ワイルド・スピード・マックスは2009年のアメリカ合衆国の映画。ワイルド・スピードシリーズ第4作でストリートレースを題材にしたカーアクション映画。今作の主な舞台はロサンゼルス、メキシコ、ドミニカ共和国。1作目の主演コンビであるポール・ウォーカーとビン・ディーゼルが復帰。前作までと比較すると、 レースや車を中心とした演出はやや抑えられており、カーチェイスアクションとしての演出が色濃くなっている。ロサンゼルスからの逃亡を果たし、ドミニカを拠点にガソリン運搬車を襲撃する強盗チームのリーダーを務めていたドミニクトレットであったが、警察の捜査の手は彼にじわじわと伸びてきていた。仲間のガレージが捜索されたことを知ったドミニクは、恋人のレティオルティスをはじめハンダに、 チームの解散を告げ、特にレティに危害が及ぶことを恐れ黙って、彼女の元を去ってしまう。パナマに逃れていたドミニクであったが、妹のミア・トレットからレティが殺されたことを知らされる。レティを見送るためにロスに帰還したドミニクは、レティの死亡現場を訪れ道路に残ったニトロ原料とタイヤコンをもとに違法改造者を特定し、犯人への復讐を誓うのであった。一方、ブライアン・オコナーは、 マイアミでの活躍によって FBI 入りを果たし、再びロスで職務を果たす日々を過ごしていた。ある日、アルトゥーロ・ブラガが率いる麻薬密輸組織の捜査を進めていく中で、ドミニクが国境を越えて戻ってきたことを知る。ミアとの思わぬ再会もあって複雑な思いを胸に、捜査を続ける中、組織の運び屋として、とある違法改造者の存在にたどり着く。車の所有者を追うブライアンだったが、 そこで同じ人物にたどり着いていたドミニクと鉢合わせる。しかし立場の違いから二人は手を組むことなく別々に組織の大元を追うことになる。ある日、ブライアンは逮捕したブラガの運び屋の紹介でブラガの右腕であるレイモンカンポスが主催する運び屋のオーディションを兼ねたストリートレースに潜入する。そこで同じく組織への潜入を目黒ミレースに乗り込んだドミニクと再会する。 最終的にドミニクとの一騎打ちとなったレースに敗れるブライアンだったが FBI の権力を利用して他の運び屋を交流し代理の運び屋となることに成功レースに勝利したドミニクと再びタッグを組み組織の殲滅とレティの復讐を果たすためブラガの運び屋として組織に潜入するメキシコでの輸送を終えた二人だったが輸送団を取り仕切るブラガの部下フェニックス カルデロンの言動を不審に思ったドミニクは、カルデロンに対し運び屋として雇っていたレッティを殺したことを追求する。カルデロンは運び屋を輸送を終えるごとに殺害していたのであった。車を爆破し麻薬を積んだ組織の車でその場から逃走したブライアンとドミニクは、車を FBI の欧州車両保管所に隠して身を隠し、ミアと共に3人で食卓を囲む。 弾乱の雰囲気の中、ドミニクはブライアンの保持品の中にレティの携帯電話を見つけてしまう。ブライアンがレティを潜入捜査に巻き込んでいたことに激怒したドミニクだったが、ブライアンはレティがドミニクの前科を帳消しにすることを条件に自ら FBI に協力し運び屋として組織に潜入していたことを明かす。ドミニクはカンポースに対して奪った麻薬を引き渡す代わり、 ブラガ本人に金銭を持ってきさせる、よう要求する。ブライアンからドミニクの無罪方面を条件に計画を聞いた FBI が受け渡し場所を取り囲む中、ついにブラガ本人が二人の前に姿を現す。二人はその人物がブラガ本人であることを疑うが FBI ではようやくブラガの指紋認証作業が終了しブラガの正体が判明。 その連絡を受けたマイケル・スタジアック警部は、人相の確認を待たずに独断で突入を命じる。部隊がブラガを歌う人物の確保に向かう中、人相確認の結果、その人物がブラガではないことばかりか、ブラガの部下を語っていた、カンポスこそがブラガ本人であることが判明。FBI 突入の混乱に乗じて逃走するブラガを、ブライアンは見送ることしかできなかった。 FBI はブラガは、もちろん、ドミニクの確保にも失敗し、ブライアンのチームはその責任を取る形で捜査から、外される。ブラガの部下ジゼルヤシャールから、ブラガの居場所を聞き出したドミニクは、ブライアンと共に、メキシコを訪れる。教会に忍び込んだ二人は、ブラガを捕らえて逃走。ブラガの部下たちとのカーチェイスに挑む。麻薬輸送にも使用したトンネルでのチェイスの果て、 カルデロンを引き殺しブラガの捕獲に成功する。ブラガと共に確保されたドミニクに対して裁判所はブラガ逮捕における貢献があるにもかかわらず、懲役25年の実刑判決を言い渡す。他の受刑者らと共に護送車で刑務所へ送られるドミニクであったが、やがてその護送車をブライアン、ミアラの車が取り囲む。ワイルドスピード X3 東京ドリフトから、 三冠演じるファンが出演している。アーティスト、リル・ウェイン、T、ペイン、イグジビット、TI なども仮名を出演している。本国アメリカでは7月28日に DVD とブルーレイディスクが発売。日本では2010年2月17日にジェネオン、ユニバーサル・エンターテイメント・ジャパンよりブルーレイディスク、DVD の2フォーマットをリリース。なお、 本 DVD の PR 番組として、ワイルドスピード東マックスのカスタム男塾が放送された。出演は、東ずまドロンズ、石本、伊藤あ子ほか、ありがとうございます。